韮山城は、伊豆国田方郡韮山にあった室町時代後期から戦国時代にかけての日本の城。韮山城。15世紀末に伊勢政治の関東計略の拠点として整備され、後北条氏の関東支配後も伊豆支配の拠点としてその持ち城であったが、天正18年には、豊臣秀吉による小田原征伐において激しい攻防戦を経験している。龍城の意匠を持つ。追記年は、はっきりしないが、北条五代記によると文明年間に、初代堀越公房、足利正友の家臣、と山伏前神が城を作ったのが、始まりとされている。また、城内の熊野神社が勧進された年代から、1500年頃までには、完成していたとする見解がある。はじめは、あまり大規模なものではなく、延徳5年に2代、堀越公房、足利茶々丸を攻め滅ぼした伊勢政治によって、後北条氏の領有となり、同年から早雲によって、後北条氏の本拠地として、本格的に造営された。早雲はここを拠点に、伊豆の各拠点の支配を進め、後に、相模に領土を広げた後も小田原城に移ることなく、没するまで、ここを居城とした。その後も小田原城を中心に、関東を支配する後北条氏の重要拠点の一つとなり、永禄末年には、時の当主、北条氏康の四男、氏規が城主として入り、伊豆支配の中心地とした。元亀元年8月に、武田信玄の駿河侵攻の際攻められるが、北条氏規が守りきる。天正18年の小田原征伐では、ほぼ天下を統一していた、豊臣秀吉の大幅な攻勢を受ける。韮山城にも、織田信雄の軍勢が迫ったために氏規は籠城して、戦い、北条方は、総勢約3600、豊臣方は、総勢約5万と伝えられる、大きな戦力差の中で、約100日間も持ちこたえたが、秀吉が派遣した徳川家康が交渉にあたり、北条方諸城の落城を受け継いに開城した。その後、関東に入った家康の家臣の内藤信成の居城としていたが、慶長6年に転封され、廃城となった。現在の韮山城は、その敷地のほとんどが、かつての韮山代官、江川太郎左衛門の子孫である江川家の持ち物となっている。2005年12月17日に、韮山城の資金にある、韮山高校の OB が中心となって、韮山城を復元する会を創設した。典型的な韮山城であり、丘陵に沿って縦に郭が連なっている。現在でも郭や土塁の跡などが残されており、散策路が整備されている。武家屋敷や成長の位置は不明だが、韮山高校のグラウンドに御座敷という地名が残っており、1990年から1991年にかけて韮山高校の校舎の建て替え工事に伴い、発掘調査が行われており、井戸や園地のほか、屋敷跡と思われる遺構も出土している。池谷2009ピアニッシモ178、黒田基樹、小田原合戦と北条氏、吉川博文館、敗者の日本史10、2013年1月、155から178ページ。ISBN 978から4から64206456-9。日本の名城。韮山城を没するまで居城としていた、北条早雲。ザクザク、http://www.zakuzak.co.jp、ソサイティ、ドメスティック、ニュース、2014-510、DMS1 兆4051億110万1、N1、HTM2014 年5月10日閲覧。発掘調査に関する出典。韮山城跡静岡県教育委員会1992年より、池谷2009ピアニッシモ180。ありがとうございます。